どっとこ鍋太郎スタート。うわ、すごいすごい、これこんにゃく？こんにゃく。すごい、パンパンに大きくなっちゅら。自然にこの日でね、煮える木、こっちを。へぇ、手作りのこんにゃく初めて食べる。そう、めったなところにないけどね。そうですよね、田舎の行ったらね。綺麗に出てきたすごい、よかった。こんにゃくのお芋は春尾さんが育てたが、前からちょっとありよった。それからだんだん増えてね。前の畑で？うん、そのままの畑で。へえ。いただいていいですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。いただきます。どうぞ。うん、美味しい。美味しいかね。うん。食感がいいですね、これ。そうよ。うん。あの、ウリを乗っとったらね、みんなそう言って喜ぶ。ご飯食べていったらよ。お金ないもんなっちゃう。どうぞ。ありがとうございます。こんなもんもあるで、買ったもんも。これも手作り。あ、え、手作りこれ。はい。え、すごい。そうなんですか？これ何？シソと干し大根。そうそう。へぇー。シソは家で作ったの。これはどこ鍋の米？これ？うん。あ、へえ。アリビア様の神の家に作っちゅうが、うん、毎年あそこのお米を分けてもらう。いいですね。こんにゃく作るも楽しみでね。うん。うん。ようできるのかどうやろうか思い持ってね。うん、今回のは、うん、春尾さん的にどれぐらいいい出来栄えですか？そうですよ。今年はね、これで最後になっちゃうんだけど。ああ、うんうんうん。また来年も来ます。来年ね。良いお年をですね。はい。良いお年を。お年を迎えて。さっきハローさんとこ行ってきて、うん、こんにゃくいただきました。よかった。そう。おどうしたの？どうせご飯食べようよ。あのじゃあ。食べた。食べてきた。じゃあ。はい、お邪魔しました。もええさんも行け、4点です、はい、それ。いやいや、キラキラしてるね、はい、え、チラチラしてる？ほんとに、うん、大変だ。じゃあ今年お世話になりました、はい、ありがとう。また来年もよろしくお願いします、はい、元気で帰ってきてください。はい、元気で帰ってきます。はい、はい、わかりました。お邪魔しました。また来年もよろしくお願いします。おぉ美味しかった。ありがとうございます。1個しかないからじゃない、うん、見てくれてありがとう。また見てね。